安倍工房、安倍工房、安倍工房、九百二十四年、大正十三年三月七日から九百九十三年、平成五年一月二十二日は、日本の小説家、劇作家、演出家。本名は、安倍君ふさ。東京府で生まれ、満州で少年期を過ごす。高校時代からリルケとハイデッカーに傾倒していたが、戦後の復興期に、様々な芸術運動に、 積極的に参加し、ルポルタージュの方法を身につけるなど、作品の幅を広げ、三島由紀夫らと共に、第二次戦後派の作家とされた。作品は、海外でも高く評価され、世界三十数カ国で翻訳出版されている。主要作品は、小説に、ガベ、エスカルマ氏の犯罪、芥川賞受賞、砂の女、読売文学賞受賞、他人の顔、 燃え尽きた、地図、箱男、密会など、戯曲に、友達、榎本武明、棒になった男、幽霊はここにいるなどがある。演劇集団、安倍工房スタジオを立ち上げて、俳優の養成に取り組み、自身の演出による舞台でも、国際的な評価を受けた。晩年は、ノーベル文学賞の有力候補と目された。北海道民の両親を持つと、 井村より、ミの次男次女の長男として、1924年、大正13年3月7日、東京府北豊島郡滝野川町、現、東京都北区西ヶ原に生まれる。本籍地は、北海道上川郡東高須町、現、旭日川市。1923年、大正12年、満州医科大学、現、中国医科大学の医師であった朝吉は、 勤務先の法典氏から一時出向していた東京で、よりみと結婚。翌年、よりみは工房を妊娠中に、唯一の小説、スフィンクスは笑う、異端者を上司するが、以後は一切の筆を折った。1925年、大正14年、生後8ヶ月の安倍工房は、家族と共に満州に渡り、法典の日本人地区で幼少期を過ごした。 小学校での実験的な英才教育、豪族共和の理念は、後に、安倍の作品や思想へ大きな影響を及ぼした。1937年、昭和12年4月、旧正法典第二中学校に入学。法典の実家にあった、新潮社の世界文学全集や第一書房の近代劇全集などを読み、特にエドガー・アラン・ポーの作品に感銘を受ける。 1940年、昭和15年、中学校を4年で飛び級して卒業。日本に帰国し、旧正成城高等学校、現、成城大学理科をつるに入学。ドイツ語教師、安倍六郎、安倍二郎の実定からの影響で、擬曲や実存主義文学を単独する。在学中、高木貞春の解析概論を愛読し、成城を始まって、 以来の数学の天才と称された。同年冬に軍事教練の影響で風をこじらせ配信順を発症。一時休学し、法典の実家に帰り療養。回復を待って1942年、昭和17年4月に復学。同年12月9日、エッセイ、問題加工による皇帝の批判を書き、翌年2月に発行された高校の交友開始、城の 第40号に掲載される。これが、安倍の活字化された最初の作品となった。1943年、昭和18年3月、戦時下のため繰り上げ卒業。この頃、安倍の初の小説とされる、霊媒の話より、第未定を書く。同年10月、東京帝国大学医学部医学科に入学。1944年、 文科系学生の徴兵猶予が取り消されて次々と戦場へ学徒出陣していく中、次は理科系が徴兵される番だという思いと敗戦が近いという噂から家族の安否を気遣い、同年末に大学に無断で満州に帰るが友人が大変をして取り繕ってくれていた。1945年昭和20年法典で開業医をしていた父の手伝いをしていた頃に、 招集令状が届くが、入営前に8月15日の終戦を迎えた。同年冬、発信地フスが大流行して、診療に当たっていた父が感染して死亡する。1946年、昭和21年、廃線のために家を割れ、法典市内を転々としながら、サイダー製造などで生活費を得る。同年の暮れに引き上げ船にて帰国。 北海道の祖父母宅へ家族を送り届けた後、帰郷する。以後、安倍は中国を裁縫することはなく、小説家としても満州における体験を書くことは、なかった。1947年、昭和22年3月、女子美術専門学校、現、女子美術大学の学生で、日本画を専攻していた、山田町子、後年、安倍町名義で、 安倍の著者の想定や芝居の舞台美術を手掛けると結婚し、それまで町子が住んでいたアパートで同居生活を始める。同年、安倍は満州からの引き上げ体験のイメージに基づく無名詩集を当社版印刷により自費出版する。ライナーマリアリルケやマルティン・ハイデッカーの影響を受けた。この62ページの詩集には失われた青春への苦悩と現実との対決の意志が 強く込められていた。1948年、昭和23年、東大医学部を卒業。ただし、医師にならないことを前提とした条件付きの卒業単位付与であり、医師国家試験は受験しなかった。同年、安倍は年度米と題した諸女長兵を、成城高校時代のドイツ語教師、安倍六郎のもとに持ち込んだ。この長平は、 一切の故郷を拒否する放浪の末に満州の貴族の旅修となった日本人青年が書き綴った三冊のノートの形式を撮った物語であったが安倍六郎はこの作品を文芸し近代文学の編集者の一人であるハニヤ・タケシダカに送ったハニヤは直ちに安倍の才能を認めたが当時の近代文学の編集は合議制でありハニヤは 同人の平野県に却下されることを危惧し、他の雑誌へ安倍を推挙した。その結果、年度米のうちの第一のノートが翌年2月の個性に掲載された。これが安倍にとって初めての商業誌への作品発表となる。これがきっかけとなり、安倍は、ハニや、花田清照、岡本太郎らが運営する夜の会に参加。ハニや、花田らの尽力により、 1948年10月、年度米は、終わりし道のシルベニと開題され、新全微社から単行本で上司された。1949年、昭和24年4月、初めてシルレアリスムの手法を取り入れた、短編小説、デンドロカカリアを発表する。1950年、昭和25年、徹河原広司や関新一らと共に、正規の会を結成。 ハニヤによると、この時期の安倍は空約わずの極貧で、売血をしながら、なんとか生活をしているというありさまであり、ハニヤは、幾度か、安倍に生活費を乾破したほどだったという。同年夏頃、日本共産党に入党。1951年、昭和26年、近代文学2月号に、安倍の短編、壁、エスカルマ氏の犯罪が掲載される。これは、 ルイス・キャロルの不思議の国のアリスに触発された作品であり、テーマとして満州での腹の体験や、花田清照の鉱物主義の影響が見られる超現実主義的な内容である。壁、エスカルマ氏の犯罪は1951年上半期の第25回、芥川賞の候補となり、選考委員の上野工二からは国評されたものの、川端康成と滝井工作の強い推挙が、 決め手となり、同じく候補に挙げられていた石川敏光の春の草と共に受賞を果たす。川端は壁のような作品の出現に今日の必然性を感じ、真味があり、好奇心をそそったとしている。同年5月28日、この短編はエスカルマ氏の犯罪と解題され、短編、バベルの塔の狸と4つのパートからなる中編、赤い眉を加え、 石川厚氏の序文、弟子河原博による、想定、桂川博氏の差し絵を得て、安倍の最初の短編集、壁が刊行された。同年、友人である、赤塚徹のつてで画家の黒崎義介が見大柄に所有していた敷地内の納屋を借り、町や友人たちの手を借りて改装し、転居する。11月、短編小説、侵入者を発表。1952年、 昭和27年5月、江間治む、徳永正、野間広氏、藤森聖吉らと共に人民文学に参加。人民文学が新日本文学と合流した後は新日本文学会に移る。6月短編小説水中都市を発表。1953年昭和28年3月短編小説 R62 号の発明を発表。 7月、初の戯曲作品、少女と魚を発表。囲碁盛官に劇作を行い、遂行を重ねて改作し様々な媒体で発表するようになる。1954年、昭和29年2月、長編小説、木が同盟発表。同年、長女誕生。町の発案で、宮沢賢治のグスコーブドリの電気から取った、ネリと命名する。12月、 小説、奴隷狩りを翌年3月にかけて発表するが中絶。1955年、昭和30年3月、擬曲、制服を発表。6月、前年に未完のまま中絶していた小説を擬曲、奴隷狩りとして発表、劇団俳優座によって上演される。7月、小説、侵入者を 沼田浩二との共同脚本によるラジオドラマとして放送。同月短編小説棒を発表。8月戯曲快速戦を発表。1956年昭和31年4月中野区野方の借屋に転居。同月17日新日本文学会と国民文化会議の代表としてチェコ作家大会参加のためプラハを訪問。 スロバキア各国を回り6月24日に帰国する。11月から12月にかけて、ラジオドラマ、耳及び口が放送される。1957年、昭和32年2月、前年に訪問した東欧の印象をまとめたエッセイ集、東欧を行く、ハンガリア問題の背景を観光。4月、長編小説、獣たちは故郷を目指すを発表。5月、 花田清照、佐々木喜一、関根博、野間博、弟子河原博、長谷川達夫らと記録芸術の会を結成する。6月、短編小説、夢の兵士発表。同月、子供向けのラジオドラマ、キッチュクッチュケッチュを、田中昭夫他の出演で放送。7月、夢の兵士を、ラジオドラマ化した、兵士脱走放送。11月、短編小説、 鉛の卵発表。同月、小説、棒を劇曲化した、ラジオドラマ、棒になった男放送。12月、1954年から1957年に、かけて書かれたエッセイをまとめた単行本、猛獣の心に計算機種を刊行。1958年、昭和33年1月より、群像にエッセイ、裁かれる。 記録映画芸術論を1年間連載。6月、戯曲、幽霊はここにいるを劇団俳優座により上演。7月、長編小説、大島表記を発表。10月、短編小説、死者を発表。1959年、昭和34年3月、前年発表の死者が人間そっくりとして戯曲化される。4月、 手志河原博史から譲り受けた調布市赤羽町千川の敷地に町の設計になる新居を建て家族と共に転居する。5月11日より NHK ラジオ第一放送にて子供向けのラジオドラマひげの生えたパイプを熊倉和夫他の出演により放送。8月23日よりミュージカルかわいい女を千田コレアの演出眉住俊夫の音楽 ペギー・ハヤマ他の出演で上演。10月、ラジオドラマ、兵士脱走を、和田勤の演出により、テレビドラマ化した、日本の日を NHK にて放送。1960年、昭和35年3月、前年放送のドラマ、日本の日食を、再び二曲化し、舞台劇、巨人伝説として、劇団俳優座により上演。6月、長編小説。 石の目を発表。9月、短編小説、チチンデラヤナを発表。同月より、子供向けのラジオドラマ、お化けが街にやってきたを、マスダ・キートン他の出演により1年間放送。10月20日、ルポルタージュの手法を取り入れた、テレビドラマ、連合化放送。同月26日、安保闘争をテーマとした、戯曲、石の語る日を、千田コレヤの演出。 林光の音楽、久米明他ほかの出演により、中国にて支援。翌27日には小説、赤い眉を、ラジオドラマ化した、ラジオのための作品赤い眉を、もろいまことの音楽、芥川博他ほかの出演で、NHK 第二放送及び NHKFM 実験放送にて放送。12月15日、初めて事故の年譜を書く。 クリスマスには子供向けのミュージカルコメディ、お化けの島を、南吉江ほか出演にて上演。1961年、昭和36年、日本共産党が綱領を決定した第八回党大会に、批判的な立場を取り、党の規律に背いて意見書を公表し、その過程で党を除名される。4月、短編小説、無関係なしを発表。月から月にかけて、 福岡県の三菱生面工業所にて、煉獄の脚本を開作した映画、落とし穴、弟子河原博監督作品のロケ撮影が行われ、安倍もエキストラ出演する。1962年、昭和37年、昆虫採集の都市に迷い込んだ村に閉じ込められ、そこから脱出を図ろうとする教師とそれを阻もうとする村人を描いた、砂の女を発表。 以後は創作活動の比重を書き下ろし長編に移し、都市に住む人々の孤独と他者との通路の回復をしたるテーマとして次々と実験精神あふれる作品を発表し、国際的な評価を得るようになる。1964年昭和39年発表の他人の顔では事故で顔を失った男が引き起こす騒動を1967年昭和42年の 燃え尽きた地図では失踪者を追う更進書院を主人とし、両者が入れ替わる天末を描いた。1970年、昭和45年、大阪万国博覧会に自動車館のシンクタンクとして参加する。1971年、昭和46年3月より新潮社の雑誌、波に周辺飛行と題するエッセイの連載を開始する。1972年、 昭和四十七年、段ボール箱を被ったまま生活する男を描いた小説、箱男を発表。九百七十三年、昭和四十八年、自身が主催する演劇集団、安倍工房スタジオを発足させ、本格的に演劇活動を始める。発足時のメンバーは、新勝都市、井川久志、伊藤達夫、伊藤雄平、大西海子、久米文子、 佐藤正文、田中邦恵、中大達也、丸山善治、宮沢常治、山口かりの12名であった。以後、安倍工房スタジオは、筒見聖の講演の下で、渋谷西部劇場を本拠地として活動する。1975年、昭和50年5月14日、アメリカコロンビア大学から名誉人文科学博士称号を授与される。また、 この年の6月に連載が完結した周辺飛行を再編集した単行本、笑う月を11月に観行。1977年、昭和52年、病院を舞台とし、奇妙な病気にかかった患者と、その治療にあたる奇妙な医者たちを描いた密会を発表。同年、アメリカ芸術科学アカデミーの名誉会員に推挙される。また、 写真家のアンリカルティエコールブレッソンが渋谷区宇田川町にあった安倍工房スタジオの稽古場を訪れ安倍のポートレートを撮影する。1979年昭和54年5月安倍工房スタジオを率いて渡米。セントルイス、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、デンバーで行った小僧は死んだの公演はその斬新な演劇手法が反響を呼んだ。 1980年以降は、分断との付き合いをほとんど断ち、町とも疎遠となり、箱根の足の湖を見下ろす高台に建てた山荘を、仕事場として独居するようになる。同年1月より、芸術新調に自ら撮った写真を用いた、フォトエッセイ都市を撮るを、翌年12月にかけて連載する。1982年、昭和57年、自身の体調不良を理由に、 安倍工房スタジオの活動を休止する。1984年、昭和59年11月、シェルター構想などをモチーフとして、ワープロで執筆した初めての小説、箱舟作丸を発表。1985年、昭和60年1月、NHK 訪問インタビューにテレビ出演する。番組では、箱根での仕事ぶりが紹介され、 以後の1987年まで同局の番組に数回出演した。1986年、昭和61年9月、1980年代に書いたエッセイやインタビューをもとにした単行本、死に急ぐ、クジラたちを観光。以後はいくつかのエッセイや気候を残して80年代を締めくくる。百九十一年、平成三年、奇病にかかった患者を、 主人公とした小説、カンガルーノートを発表。結果としてこれが、安倍工房が確筆した最後の小説となった。この頃、安倍はクレオールに強い関心を寄せ、それをテーマとした長編、飛ぶ男の執筆に取り組んでいたが、同年12月1日に行われた談話ではそれに、続く、新しい構想として、アメリカ論を挙げ、チョムスキー風に言えば、学習無用の普遍文化。 コカ・コーラやジーンズなどに代表されるハンデントの生命力と魅力をもう一度見直してみたい。と語っている。1992年平成4年12月25日深夜、執筆中に脳内出血による意識障害を起こし、東海大学病院に入院。1993年平成5年1月16日には経過療法で退院したが、 自宅療養中にインフルエンザを発症し、1月20日に、多摩市の日本医科大学多摩長山病院に入院。1月22日には下熱し一時的に回復したものの、就寝中の同日7時1分、急性心不全により死去。1992年12月に執筆していた小説、様々な父が未完のまま絶筆となった。なお、入院時に、 愛人宅より搬出されたため、スキャンダル扱いとされたが、最後は家族に見取られた。1月23日、自宅で、通夜、翌24日に告別式会となまれる。安倍が使用していたワープロのフロッピーディスクから、執筆途中の、飛ぶ男162枚、モグラ日記240枚などが発見された。町は、安倍の死後に癌を患い、同年9月22日に、 急世心筋拘束で死去。長女のマノネリは、1997年、平成9年から2009年、平成21年にかけて刊行された前週の、編集にも尽力した。2011年、平成23年3月には、安倍ネリ名義で、安倍工房殿、新庁舎を上司する。2012年、平成24年、母方の実家に養子に入っていた自定の井村。 春光卓、北海道札幌市から、安倍が1946年の引上げ時に、船内で執筆したとみられる未発表短編、天使が発見され、同年11月発行の新潮12月号に掲載された。2013年、女優の山口か林が、自身のエッセイ、安倍工房と私で、安倍との20年以上にわたる愛人関係を公表した。山口によれば、 安倍は1987年に前立腺癌を患い、闘病していたが、本人の強い希望で隠されていたとされる。2018年8月16日、長女の練りが胸部大動脈破裂のため死去。64歳没。堤誠治によれば、安倍は日本人作家については、大江健三郎や安岡翔太郎などを除いてほとんど認めようとしなかったという。 例えば、自身と同時期にノーベル賞候補と噂された井上康を物語作家、イブセマスジを随筆作家などとこき下ろしていた。その一方で、1980年代にはいくつかの文学賞の選考委員を務め、以下の作品などを推挙している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。